胸白ワガラスは、長光スズメ木ワガラスかカワガラス属に分類される、鳥類。アイルランド、アゼルバイジャン、アフガニスタン、アルジェリア、アンドラ、イギリス、イタリア、イラク、イラン、インド、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、オーストリア、カザフスタン、北、マケドニア、ギリシャ、キルギス、クロアチア、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、 スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、中華人民共和国、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、トルコ、ネパール、ノルウェー、パキスタン、ハンガリー、フィンランド、ブータン、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ボースニアヘルセゴビナ、ポルトガル、ミャンマー、モロッコ、モンゴル国、モンテネグロ、ラトビア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、 ルクセンブルク、レバノン、ロシア、キプロスでは絶滅。体長は17から20センチメートル。和名の名の通り喉から胸にかけて白い羽毛が生えている。胸から足の付け根部分と頭頂部には赤葛色の羽毛が生えており、それ以外は黒色の羽毛である。と、尾の根元にある汚染から油のような分泌物によって羽毛は発水性に優れている。 羽毛の下には厚い綿毛が生えており、寒さや冷たい水から体を守っている。翼は短いが、水かきのような働きを持ち、水中で前に進んだり、方向転換するときに役立つ。以下の亜種の分類、分布は IOC ワールドバードリストに従う。温帯域や亜寒帯域にある流れの速い河川や、渓流の周辺に生息する。 餌は主に水性の無脊椎動物や小さな川魚を食べる。川底まで泳いで歩きながら、くちばしで水草を探ったり、石をひっくり返したりして、餌を探すこともある。繁殖期は春の初めに訪れる。交尾後に胸白川ガラスの津いは協力して、橋の下や滝の奥、岸壁にドーム状の巣を作り始める。主に4月に4から5個に産む。 卵は15から16日で孵化する。それから14から18日間にわたり、メスが卵を抱いてヒナを孵化させる。早ければ孵化してから9日半、遅くても孵化してから15日で独立する。分布が非常に広く生息数も多いと考えられており、2018年の時点では、種として絶滅の恐れは低いと考えられている。一方で、 水質汚染やダム建設、灌漑事業などにより、生息数は減少している。ありがとうございます。